ピースの角度は30度、どうもキリヌです。はい、ということで今日はですね、恒例の一人シリーズでございますけれども、どちらに行くかと言いますと、鳥貴族に行ってまいりたいと思います。最高なのよ、鳥貴族は。見てください、じゃじゃじゃーん、298円均一でございます。たくさん食べても安いしね。まああと一人で来てもね、鳥貴はね、あんまりこう目立たないんですよね。一人焼き鳥っていうのね、押していきたいということで、まったり焼き鳥タイムを満喫していきたいと思います。それではリッツラゴー。じゃじゃーん、見て、やばい、美味しそう、イエーイ。じゃあね、早速頼んでいきましょう。まあ、一杯目はとりあえずコーラなのよ。この間ね、トリキのアメトークがあったんですよ。それね、見てて、骨付き松葉のスパイス焼き、これがなんかすごい美味しそうだったんで、これをね、頼みたいと思います。とりあえず、ぼんじりは食べるじゃん。手羽先、とりあえずこんなもんかな。めっちゃ注文しちゃった。失礼いたします。失礼しました。コーラでございます。コーラが来ました。お手々を拭きまして、乾杯。いただきます。あー、美味しい。そしてその間に冷ややっこが来ました。なんか食べたくなっちゃうね、冷ややっこってね。思ったよりでかかった。もっとちっちゃいかと思ってた。ついてるスプーンで食べよう。うん、スピードメニューは飲み物と一緒に出てくるから早いね。食べた。反対にしてみました。失礼いたします。あ、チクラコーヒー用とございます。ありがとうございます。イエーイ、クシが来たよ、クシが。はい、ということで頼んだ者たちがですね、続々とやってまいりました。イエーイ。どれから食べようかな。この力こぶ食べたいと思います。これなんかね、柚子胡椒がついたか、柚子胡椒をつけて食べるんだと思うんだよね。いただきます。うん、うん、松葉焼きみたいなやつをちょっと食べてみようと思います。いただきます。これなんかアメトークで出てたんですよ。めちゃめちゃ美味しくて、お酒のつまみに合うんだけど、食べ方がちょっとめんどくさいみたいな。お酒に合うっていうか、ちょっとね、味が濃いめなんですよ。で、ピリッとしてて、タキリンが好きそう。うまっ。なんで焼き鳥ってこんな美味しいんだろうか。これで298円だからね、全部。すごくない？いただきます。うまっ。何スイスとかあったん？そらスイ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 スだらあったん、スラスラスイスイスイ。2本ずつ来るから結構お腹いっぱいになるね、これは。いろんな味をいっぱい食べたい人は、まあ、正直みんなと来た方がいいと思うんですけど、でも私はね、結構同じものを何回も繰り返して食べたりとかするタイプで、まあ、そういうね、もしタイプの人がいれば一人取り気はね、いいですよ。おすすめです。うん、皮が安定に美味しいね。好きすぎて永遠に食べれるかもしれない。1分に1回鶏皮が出たら永遠に食べれる説。あと大人のホットジンジャーある。ちょっとね、寒いから私ホットジンジャーにするわ。はい、ということで大人のホットジンジャー届きました。乾杯。あ、美味しい。これめっちゃ美味しい。大人のホットジンジャー超いいよ。最後なんか飲み物飲んでもらおう。大人のジンジャーソーダ。いや、ジンジャーソーダいっちゃうか。大人のジンジャーソーダこっち。あと残すがつなぎも一粒と皮一かけです。寂しい。イエーイ、乾杯。これラストです。イエーイ。これ私ハマったわ。鶏皮ラスト。いただきます。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ食べました。トリキはさ、安いしさ、量もいっぱい出てくるし、飲み物も美味しいから最高だよ。はい、ということで今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひトリキ楽しそうだなとか美味しそうだなって思ってくれたら高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。